どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回は映画公開記念の UR 復刻ガシャ的なやつを引いていこうかと思います。前回のアップデートで UR の放出率が非常に高くなっていると思うので、ここら辺でムカデをゲットしていきたいと思います。ですね、江戸と吉村さん、店長がですね、出てるんですけど、まあとりあえず欲しいのはムカデと、まあこの過去との対話金木も欲しいんですけど、とりあえずムカデと、アヤと、まああとはアリマーぐらいですかね。一応鳴神持ってるんで、UR アリマ、しかもあっちの方、無敗の方のアリマが欲しいですね。というわけで、じゃあ引いていきたいと思います。まあ石108個しかないんですけど、当たって欲しいですね。いきます、来い。遅い。あー、金で、こんだけ貯めて金っていう、しかも1枚っていう。はい、次行きましょう。来い。お、来た。来たんだけど、やばい、確率上がってる。何、止まんな、ここでマジで、ふざけんなし。何、平子いいから。何、これ新しいやつじゃん。何、あー、こっちじゃねえよ、マジで。こっちじゃね、フラグじゃねえんだよ、こっちじゃねえんだよ、本当に。いや、いいわ、行こう。切り替えましょう。もう一回行きましょうね。まあですよね。まあ、分かってる。でしょうね、と。というわけで、ちょっと単発の方に移行していきたいと思います。単発で UR 来るとか思ってないんでね、基本的に。おじさん、これなんか初めて見たんだけど、単発はね、6連に比べてなんかお得感がないよね、やっぱり。うわ、出た、消えてくれ、やめろ、お前がラストじゃないだけまだマシだわ。だよね。じゃあ SR か、どうせなら滝沢にしてくれ。うわ、出たよ。というわけでですね、一応 UR は引けたには引けたんですけど、無敗じゃなくてバレンタインが出ちゃった。まあいいでしょう。というわけで、今回も無事 UR が引けました。3回連続ガシャで UR が引けてますね、最近。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。